っと行っちゃったか。オッケー、大丈夫大丈夫。めっちゃ降ってきた。反り腰じゃなくなったんですよ。あ、嬉しい、うん、あ、反ってないからね。そう、そっかそっか、うん、反ってたらなんかこうなっちゃうのかな。そうそう、確かに、うん、例えばテイクバックとかも、うん、どう上げたらスムーズにいくのかなとか、いつも試行錯誤やってるんで、最近の自分の中でのポイントは、うん、いろいろ試行錯誤いろいろダメな時は何やっても崩れてたりとかするじゃないですか。そう、どうするんですか。そういう時はあの動画撮ってもらう。あー、でリズムどうかなとか、あんまり体が回ってないかもとか。それはいいことだ、客観的になるんだ。しゃー、手前、うん、大きい、はい、ナイスイン、ナイス、ダボ、はい、ダボでいいや、ダボで、はい、ダボで、はい、よいしょ、まっすぐ行った、バンカー越えた、うん、越えた、よいしょ、ストレート。ここランチ、私、タイ茶漬け食べたんですけど、タイ茶漬けめっちゃ美味しかったんですよ。ごまタレにつけてあるタイがめちゃめちゃ美味しくて、うん、そのまんまでも美味しいです。なんか知らないけど食レポを始めた、はい、そういえばめっちゃ美味しくって、じゃあそのごまの調味料がちょっと気になっているというわけですか。はい、福岡といえばごまさば、うん、有名じゃないですか、あれ大好きなんで。へえ、よいしょ、まっすぐ行った、あーちょっと左にこぼれた。もうちょっと右だったらよかった、うん、距離は OK ですね。もうちょっと右だったら行けたよ。ここからもっと行って。止まった。よかった下りに見えるのに。これ入ったら5万いいね取ってやる。梅ちゃん、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 梅ちゃん喜んで喜んで、5万いいね、5万いいね、伝えてください、この難しさをちょっと来た、おっ、いや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 、からの、からの、弱いかも、あ、でも、男の子、男の子、10万バットだっすわ10万バット頑張りました。おい、さっきの声になっちゃったんですよ。惜しい、ピンまで160なんですけど、ずっと池が続きます。こういうのは嫌ですね。おい、いった、ナイス、おお、これもいい。風で戻って。ナイスワン。超えろ、池超えた。よいしょ。よいしょ。
ナイスオン、左に行ってやっぱでかい今ちょっと短い持ったんですけどね、うん、いい当たりしてくれたんで120がちょっと困ります。9番だと怖い。9番だとちょっと足りないかな、うん、でも今ねちょっと風が分かんなかったんです、うん、7番で140くらいになってきたってことですよね。いや7番だと135くらい、うん、かな、うん、おっさんみたいな9番でよかったんか。いや難しいね、番って選び、うん、風が吹いてるとこういう迷いがある、うん、いや、ちょっと、悪くない、悪くない、悪くない、うん、下りじゃなかった。ナイスパー、強い、強い、よかったっす、おめでとうございます。パー3つ目ずっとね、スリーパットしたからやっと晴れてきて、このコースのいい感じさが分かるようになってきました。右側が広いパー5、池は気にしない、しょー、完璧、完璧ですね、よいしょー、これはちょっと左、嘘、あれで大丈夫か、おー、大丈夫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 、でもだいぶ飛んだ、オッケーオッケーオッケー、ナイスショーです、ナイスショー、危ない、セーフですか、セーフ、セーフ、あ、大丈夫だよ、このえぐれてるのがよくわかんないね、後ろのバックティーグラムまで下がっても見えないんで、見えなかった、うん、手伸びしても見えなかった、晴れるといいコースだなってすごいわかりますね、本当に晴れてると来たかった、晴れの日に、明日は平気っぽいんですよね、明日は私練習に行きたい、ここに普通に明日はちょっと練習に行きたい、練習場に行きたい、はい何ですか課題は、なんだろう、なんか、うん、球を打ちたい打ちたい本当は今日ちょっと練習したかったんですけど、朝雨に打てたんで、まあね、うん、だいぶ350くらい、ヘッドカバーが転がります、よいしょー、うまい、左足下がりをやりますね、やりますね、手前ですか、手前狙いですか、乗せるんですか、奥ですよね、ピン、はい、おお、バンカー、いった、強い、よかった、ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー、パーとダボしかない、ナイス、パー、はい、ありがとうございます、パー4最終ホールです、グリーンの周りに池があります、最後バーディーで一番いいね、ゆっこさん、はい、一番いいのもいいんですけど、このコース結構きつそうです、ホールが、よいしょ、ナイス、めっちゃいい、めっちゃ上がってった、めっちゃいいです、めっちゃいいです、ど真ん中、よいしょ、まあ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 、バンカーの先、
いったー、真ん中、ど真ん中、あ、これ普通にいいね、普通にいいね、あ、今ので下がった、普通にいいねです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、やっぱその帽子が半端ないですよ、スポンサーいっぱいついてますもんね、はい、どうぞリンゴルフもスポンサーについてます、ありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、よいしょー、梅ちゃん級にいいっすね、梅ちゃんのいいね奪いました奪った、横取りいいね調子いいじゃないですかドライバー、今よかったっす、うん、脱いだからかな、やっぱりインプレス私も飛ばしたい200ヤードみたいななんか言ってましたよね、言ってますね、はい、言ってましたね、言ってます、言ってます、はい、ちょっとだけサフトも少しだけ長いのかな、うんうんうん、だから、まあ、背がある人とか、うん、出る人は一回ちょっと試打してみてほしいです、うん、別に違和感はないんでしょ、ないです、うん、全然ないです、ヘッドも多分ちょっと捕まる感じになってるのかな、あ、本当だ、そうそう、ちょっと捕まるんで、人気あるらしいです本当に、レディースで、よいしょー、あ、悪くない悪くない、逃げた、手前、手前です、はい、いけー、ちょっと飛びすぎ、どう、おー、タナイさん、おー、バックスピン戻ってる、お疲れ様です、お疲れ様でした、うめちゃん、あうそうそー、でも今いいパットしてた、一番美味しい結果が来たな、いいパットしてた、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございました、惜しかったっすね、今の梅ちゃん惜しかった、惜しかった、今のは、うん、惜しかった、持ってった惜しかった、めっちゃ恥ずかしい、いや、惜しかったな、これ多分公開されますよ、マジですか、はい、マジですか、梅ちゃんパターラストパットを点点点っていうタイトルで、はい、誰も見られるかどうかわからないからそこだけで上げてみる梅ちゃん、あー嘘今日お疲れ様でした、表彰式取るの忘れました、一緒の組の人たちにサインを書くゆっこちゃんでございます、ありがとうございます、ありがとうございます、79で上位入賞おめでとうございます、ありがとうございます、本当にゴルフ歴5年くらいなんですか、本当は6年ぐらいです、6年でも素晴らしいと思います、ありがとうございます、また参加します、お願いします、よろしくお願いします、決勝来てください、はい、ありがとうございます、梅ちゃん決勝待ってます、はい、ありがとうございます、まず予選通過ですねしてないんでお願いします、5位でしたっけ、良いです、お世話になりました、ありがとうございます、はい、あの多分いきますんで、リカバー超うまかったっす、多分本当の力はこんなもんじゃねえっていう顔してるんで、最後腰引きずりながらだったんで、
次待ってます。はい、頑張ります。お願いします。また、お世話になります。よろしくします。ありがとうございます。ありがとうございました。雨の中お疲れ様でした。雨の中お疲れ様でした。いいコースだったんで、またやりましょう。ね、今めっちゃ晴れてるんですよね。今から1ラウンドやりたいね。いけるね。うん、はい。明日練習に行くゆっこちゃんでした。明日練習に行きます、はい。じゃあまた決勝でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。梅ちゃんも決勝でお会いしましょう。はい。梅ちゃん練習してください、ね。はい、練習します。練習します。はい、どんな終わり方や。はい、ずっと気になっていたお店に入ってきました。わさびって美味しいんですよ。最近ね、食レポできるようになってきて、いきなり撮影中に昼飯の感想を言い出して、いや、食いしん坊キャラだしね。いや、関東のゴルフ場にはないメニューだったんで。じゃあ実食をよろしくお願いします。ごまカンパチ。ごま、いただきます。うん。あ、おいしい。ごまが入ると甘い感じもある。土鍋いただきます。結構あっさりしてる。なんかこれ何杯でも食べるぞ。ちょっとなんか見えたんですよ、グリップが。そう、お父さんがゴルフ好きなんですよね。かなり年季が入ってた。これの用途はスイッチをリモコンの操作をする。店長のおじさんがいかにゴルフが好きかが分かる、うんうん、すごい、はい、これはリモコンの操作用でした。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも多い人は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。